In the Hebrew or Masoretic text, the word translated Lucifer in the King James Version is Halel. This is a very important part of this video, and then I say it again that the word translated Lucifer in the King James Version is Halel. This word is also found only one time in the Bible. According to Jewish sources, the word is literally shining one and was a Hebrew word for the morning star. Now in the world, Lucifer has been used as a name of King Satan, though Pope Francis called Lucifer as Father of Christ. But why? Here in this video is its answer. ヘブライ語あるいはマソーラ学者の協議によれば、キング・ジェームズ版の中で翻訳されているルシファーはヘイレルとなっています。ヘイレルです。ルシファーイコールヘイレルです。ここが重要です。ヘイレルです。ユダヤの原書によれば、ヘイレルという言葉は文字通り光り輝くものという意味であり、ヘブライ語では朝の星を意味します。ルシファーといえば一般世界では悪魔の大王と位置づけられていますが、フランシス法王はそのルシファーを救世主、つまりイエスの父と呼びました。なぜでしょうか。その答えはこの動画の中にあります。広し林浜松市ジャパン。ここにお見せするのは歴代のローマ法王の紋章です。で、この紋章に注意してください。中央に IHS と書いてあります。この IHS に注意してください。この IHS の解釈にはさまざまな解釈があります。私林浩司は全く別の視点からこの IHS の謎解きに挑戦しています。 IHS に注意してください。で、この IHS は何を意味するかですけども、その謎を解くヒントをアゴスティノ・ヴェネチアーノが残してくれました。レオナルド・ダ・ヴィンチと同時代の画家ということになりますが、こんな一枚の絵を残していますが、その絵の中には1502という数字が隠し込んでありました。15はイナンナ・イシュタールの神聖数、20は
シャマー種の神聖数です。古来ペルシャ周辺では右読み左読み右書き左書きは自由になされていました。ですから02は20と読みます。それはともかくも、私林博士は今までの検証の中で、キリスト教はイナンナイシュタールとシャマー書が立ち上げた宗教であると主張してきました。その流れの中で IHS の意味については、 I はイシュタールの頭文字、 S はシャマー種の頭文字であると判断していました。理由あるいはその根拠があります。これはメソポタミアで見つかっているバウンダリーストーンです。境界石です。この境界石の頂点、向かって左側にイナンナ・イシュタールの紋章、そして向かって右側にシャマー種の紋章があります。左にイナンナ・イシュタール、右にシャマー種の紋章です。この紋章をよく見てください。一応左は金星を表しているというふうに言われています。左は金星、右は太陽を表していると言われていますが、この2つの紋章を足してできたのが歴代のローマ法王の紋章ということになります。図柄を比較してみてください。つまり金星の模様と太陽の模様を合体させてできたのがローマ法王の基本的な紋章となっているということです。中央から8方向に金星の模様を描き、そしてそれにシャマー種の太陽の紋章を書き加えたというわけです。となると、中央の H は何の頭文字かということになります。 IHS の H です。 I はイシュタール、 S はシャマーシュです。となると、この H は何かということになります。で、先ほどから説明していますように、 H はですね、ヘイレルの頭文字であると私は考えましたが、それを説明する前に一つ重要な外堀を埋めておかねばなりません。アゴスチのベネチアーノの絵に戻ります。この絵の向かって右下に描かれている人物に注意してください。この人物は誰かということですね。で、この人物と同じ人物をあのミケランジェロがカッシナの戦いの絵の中に描いています。右下に注意してください。ポーズ、姿、全く同じです。ということは、右下の人物が誰か分かれば、アグスティノ・ヴェネチアーノの描いた人物も誰か分かるということになります。回りくどい言い方はやめます。結論を先に話しておきます。向かって右下にいるのがイエス、そして左の青枠で囲ったのがイナンナ・イシュタール、つまりマリアということになります。ここが重要な部分ですから、もう一度繰り返し皆さんに確認していただきます。アグスティノ・ヴェネチアーノの解体です。この中には隠し文字、隠し数字の形で数字が書き込まれていました。1502です。15、つまり15はイナンナ・イシュタールの神聖数です。そして20はシャマー種の神聖数です。イナンナ・イシュタールイコールマリアについてはすでに何度も証明してきました。20はシャマー種の神聖数です。先ほどお見せしましたバウンダリーストーンです。地球全体を360としてイシュタールは24分の1の支配権、
シャマー氏は18分の1の支配権を持っていました。そこから15、20という数字が生まれました。つまり左はイナンナシュタール、マリアです。20はということになりますが、その流れからして当然イエスということになりますが、それにはもう一つ証明しなければならないことがあります。つまり左の立っている人物がイナンナシュタール、マリアであることは、これはもうここで簡単に証明できますが、右下のシャマーシュがイエスであるということについてはですね、この段階ではまだ断言できません。それについてはもう少し後で説明しますが、ともかくもここでアグスティノ・ヴェネチアーノの書いた2人の人物とミケランジェロ・ブラノルティの書いたカシナの戦いの中に描かれている2人の人物がパーフェクトに一致するということに注意してください。つまりアグスティノ・ヴェネチアーノの絵の中では右上の人物はシャマーシュです。となるとミケランジェロ・ブラノルティの書いたこのカシナの戦いの絵の中の右下の人物が誰であるか分かれば、この謎が解けるということになります。ついでながら、ミケランジェロ・ブラノルティの書いたカシナの戦いの絵の中には775027という数字が隠し込んでありました。ユダヤのゲマトリアによって解読すると、キリスト、聖書のカインとなります。キリストというのは聖書でいうところのカインだよという意味になります。1500年後のイエスはルネサンスの時代に現れて、さまざまなメッセージをこのような形で私たち人間に残してくれました。で、カシナの戦いの絵の中に描かれている右下の人物が誰であるか、その証明をしてみます。これはミケランジェロ・ブラノティが彫ったとされるピエタ像です。このピエタ像のイエスの向かって左側の右腕に注意してください。ボコボコとした人間にはない、つまりコブのようなものが表現されています。このコブに注意してください。このコブを持った人物と同じ像がですね、ミケランジェロのカシナの戦いの絵の中に描き込まれていました。それが向かって右側の絵です。この人物は頭に花冠をかぶっています。つまりこの中の王であることを示しています。この人物の左上を明るくし、そして反転して拡大していますと、その腕は先ほどのピエタ像の中に彫り込まれているイエスの腕とピタリと一致します。コブなどの位置に注意してご覧ください。つまり左がイエスですから、今中央になりましたけども、この人物もイエスということになります。そして同じ人物を今度はレオナルド・ダ・ヴィンチが解剖図と言われている絵の中でそれを描いています。腕に、上腕にですね、奇妙なヒレのようなものまであり、それが三者一致しています。つまりこのような形でこの三人はイエスであるということになります。左下がペーター像です。つまりこのような形で、まあ右の人物がですね、イエスであることをマイケランジェロ・ブラノルティを通して1500年後のイエスは私たちに重大なメッセージを残したということになります。もう一度このコブに注意してください。繰り返します。左がペーター像の中で彫り込まれているイエス・キリストです。処刑後のイエス・キリストです。で、この人物の顔とカシナの戦いの右下に描かれている人物の顔を比較してみてください。中央の絵は左右反転してあります。つまり向かって右上の人物がイエスですから、中央もイエス、左もイエスということになります。つまりこうして中央上の人物がイエスであることが証明されました。以上のことを
心に留めて、もう一度冒頭で紹介しました動画をご覧になってください。で、結論ということになります。IHS の I はイナンナ、イシュタールの頭文字、S はシャマーシュの頭文字ということになります。となると、この中央の H は誰かということになります。イエス、そしてマリアより上位に位置する神ということになります。で、その謎を解く鍵をアゴスティのヴェネチアーノが残してくれました。1号はイナンナ・イシュタールの神聖数、20はシャマーシュの神聖数です。つまり、並び方も同じということですね。そしてその頭文字を取って I、そして S が決まったというわけです。となると、中央の H は何かということになります。さまざまな説明がされていますので、興味のある方はご自身で調べられたらよいかと思います。ともかくも、この H は何かということですけども、つまりその上位の神ということになります。ではその上位の神は誰かということになりますが、H、つまりヘイレルということになります。ヘイレル、つまり延期、エア、プロメテウスということになります。つまりルシファーということになります。人間創造の神、プロメテウス。しかし、ローマンカトリック側から見れば、悪魔中の悪魔、ルシファーということになります。その解釈は、まあ、人間側から見るか、あるいは神々側から見るかによって、全く二つに大きく分かれます。人間の英雄なのか、それとも悪魔なのかということなんですね。人間を改造した罪により、
エア延期プロメテウスは天界から追放されて堕天使となって地上へ降りてきますが、それが良かったのか悪かったのか、その人間の運命を決めるのは、つまりは人間自身ということになります。つまり人間にとっては英雄かもしれませんけども、宇宙全体から見れば悪魔的な、存在なのかもしれないということです。ともかくもこれで H の謎が解けました。 H つまりヘイレルだったのです。つまりイシュタール、シャマーシュの中央にあって、そしてイシュタール、シャマーシュを統括しているヘイレルということになります。そのヘイレルとは誰か、言うまでもなく堕天使、第一天使であった延期ということになります。そしてそれを時の法王フランシス法王が公の場で改めて認めたということになります。フランシス法王はイエズス会の出身です。 Bye for now。Wikipedia English writes that Giorgio Vasari, 1511 to 1574, was an Italian painter, architect, writer, and historian, and was most famous today for his Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors, and Architects, which was considered the ideological foundation of art historical writing.ジョルジョ・ヴァサーリはミケランジェロの弟子、画家、建築家、作家、そして歴史家、芸術家列伝、つまりミケランジェロを中心にルネサンス期の芸術家の評伝を書いたことでも知られています。この中で再生、つまりリナシタという用語を用いており、それがルネサンスという言葉につながったとも言われています。広志林、浜祭りジャパン。ジョルジオ・ヴァザーリはこんな絵を描いています。いろいろな説明がなされていますが、それはさておき、この中央の部分に注意してください。この赤枠で囲った部分です。ここに描かれているのは盾と思われますが、そのデザインが大変気になります。中央に地球儀、あるいは地球らしきものが描かれていて、その左右に奇妙な動物が2匹描かれています。私林浩司は向かって左側の動物らしきものはバフォメットと判断しました。そして向かって右側に描かれているのは羊と判断しました。バフォメット、つまりイエス・キリスト、そして羊、マリアということになります。その2匹の動物が地球を挟んで、つまりは地球を取り合っているかのように見えます。バフォメットの絵は
私が知る限り最も古い絵ということになりますが、ダヴィンチ自身もバフォメットを描いています。サルバドール・ムンディ、世界の救世主という絵ですけども、これはある意味で騙し絵になっています。サルバドール・ムンディの絵を逆さまにし、髪の毛に着色してみると、つまりそれはそのままバフォメットの顔になります。左右比較してみてください。それを裏付ける一つの証拠として、バフォメットとそしてサルバドール・ムンディのハンドジェスチャーに注意してください。共にサバジオスの手を表現しています。ここが今日の大切なポイントですから、もう一度確認しておいてください。ジョルジオ・バザーリのこの絵の中央に盾のようなものが描かれ、その中心に地球が描かれ、左右に左にバフォメット、そして右に羊が描かれています。バフォメットイコールイエス、羊イコールマリアイコールローマンカトリックと私林浩司は判断しています。そのバフォメットとマリアとなると、その手前に描かれている2人の人物は誰かということになります。ここが今日の重要なテーマということになります。なお、ここに描かれているのがバフォメットであるということは、例えば顎の下のひげ、そしてもちろん角などが一致しているからです。注意深くご覧ください。いろいろ言われていますが、バフォメット最古の絵はこのジョルジオ・バザーリの絵の中にあったということになります。なぜバザーリはこんな絵を描いたのでしょうか。そこでさらにこの絵を検証してみます。向かって左側の女性に注意してください。女性の向かって左側の右腕に注意してください。この赤い丸をつけた部分ですけども、この女性はこの腕の中に直角定規とコンパスを持っています。言うまでもなくフリーメイソンのシンボルマークへとつながっていきます。そして向かって右側、つまり中央に描かれている男性に注意してください。この男性の背中にはヒレが表現されています。つまり少なくとも人間ではないということになります。このヒレに注意してください。ジョルジョ・バザーリは他の自分の絵の中でもやはりヒレをあちこちに描いています。左の絵もジョルジオ・バザーリの絵ですけども、ここに描かれている子供の背中にもヒレが描かれています。全く同じであるという点に注意してください。そしてさらにミケランジェロの絵の中にも同じヒレが描かれています。システィーナ天井画のノアと3人の息子と題されたこの絵です。この絵の中の下にかがんでいる息子の一人に注意してください。全く同じヒレが描かれています。もっともジョルジョ・バザーリはミケランジェロの弟子であったということですから、このような形で、まあ、ヒレがですね一致していたとしてもおかしくはありませんが、しかし筋肉のつき方、筋肉の様子、体の、まあ、何て言いますかね、表現の仕方まで同じであるという点に注意してください。今ご覧いただいているのはそのヒレということになります。となると、この2人の人物は誰か、あるいはどのように捉えたら良いのかということになります。中央の盾の中にはイエスイコールバフォメットが描かれています。そしてマリアイコール
ローマンカトリックも描かれています。となるとそれ以上の人物ということになります。もう一度ジョルジョ・バザーリの絵を見てください。中央の盾と思われるものの中にバフォメット、そして向かって右側にマリアが描かれています。羊イコールマリアということになります。が、その謎を解く鍵はこの絵の中にありました。もう一度この絵を見てください。手前にいる向かって左側の女性、向かって右側の男性、この二人はキリスト、そしてマリアよりもさらに上位の神ということになります。そして向かって左側の女性は手に直角定規とコンパスを持っています。つまりフリーメイソンのシンボルマークの、まあ、直角定規とコンパスと一致するということです。で、その謎を解く鍵がこの隠し数字ということになります。ここには1、2、つまり12という数字が隠し込まれていました。が、ここだけを見るとそのようにも見えるかなというふうに考えられる人もいるかもしれませんが、あのアゴスティアーノ・ヴェネチアーノも自分の絵の中に隠し数字を書き込んでいました。左から1502となります。02は読み直して20とします。15はイナンナ・イシュタールの神聖数です。20はシャマーシュの神聖数です。イナンナ・イシュタールとシャマーシュが組んでキリスト教を後に立ち上げます。ともかくもここには1502という数字が隠し込んでありました。同じ手法で、つまりはバサーリもそれに気がついていたかどうかは別として、バサーリの絵の中には12、つまり12という数字が隠し込んであったということになります。1212です。12はメソポタミアの神聖数によればニンフルサグを意味します。ニンフルサン、つまり延期の姉でもあり妻でもあると言われている神です。右上はバビロニアで見つかったバウンダリーストーンです。境界石です。そのバウンダリーストーンの向かって右側、上から3番目にニンフルサンが表現されています。オメガマークで知られているニンフルサグです。神聖数は12です。つまりここに描かれているのはニンフルサグということになります。となるとその向かって右側に描かれているこの男性は誰かということになります。向かって右側の男性は誰かが、その謎を解く鍵が中国に残っていました。直角定規とコンパスに注意してください。その直角定規とコンパスを持った神、それが如花と福義ということになります。如花と福義です。つまり如花と福義の絵とここで一致するということになります。如花が持っているコンパス、福音が持っている直角定規に注意してください。つまり如花、福音イコールニンフルサグおよび延期ということになります。如花と福音は、つまりは人間を改造し人間を創造した神ということになりますが、その二人の神がジョルジョ・バザーリの絵の中の、つまりはテーマとこのような形で一致します。つまりは
ジョルジオ・ヴァザーリの絵の中に描かれている二人の人物は、向かって左側がニンフルさん、そして中央に描かれているのが延期ということになります。なお古来よりジョカ・フクギの下半身は大蛇の様子で描かれていることが多いのですけども、延期もまたレリーフによっては大蛇に描かれていることがあります。今ご覧いただいているのがそのレリーフ、あるいは円筒印象から起こした絵ということになります。同じような下半身大蛇の延期はエジプトでも見つかっています。下向かって左側はメソポタミアで見つかっている延期像です。このような形で四方八方から一つの事実へとつながっていきます。さらにこんな証拠もあります。ジョルジョ・ヴァザーリの絵に戻ります。この絵の中央に描かれている人物、延期、もう延期と断言してよいわけですけども、この延期の腰のところに注意してください。透明の皮がめくれているかのように見えます。そうです、神秘がめくれています。もっと言えば脱皮している人間が描かれています。大変興味深いことにダ・ヴィンチも同じような皮膚を描いています。カーネーションと聖母子の絵ですけども、この中に描かれている、つまりイエスの腰に注意してください。イエスの腰にもやはり同じようにと言いますか、同じような脱皮している皮膚が描かれています。つまりこれらの神々は脱皮するタイプの神であったということになります。つまり中央に描かれているのは延期、ギリシャ名プロメテウスということになります。そのプロメテウスの背中にはヒレがあったということです。つまりこのような形で1500年後のイエスはジョルジョ・ヴァザーリという操り人形芸術家を使って、つまりは神々の系図をこのような形で私たちにメッセージとして残したということになるのではないでしょうか。またそう考えれば中央にイエスとマリアが描かれ、さらに手前にニンフルサングと延期が描かれているという意味も納得できます。ニンフルサングと延期はイエス・マリアの立場から見ればさらに上位の神ということになります。ついでですが、向かって左側がミケランジェロの絵ということになります。右がヴァザーリの絵です。がいくら弟子であってもこのように一致するものかという疑問、謎も残ります。弟子でしたから似ていてもおかしくないということになりますが、しかしその向こうにあるアジェンダまで、つまり基本的な姿勢まで一致するということはあり得ることなのでしょうか。ともかくもここに描かれているのが向かって左側がバフメット、つまりイエス・キリスト、そして向かって右側が羊マリアということになります。もう一つついでですが、この盾のようなものの左端に描かれている星のようなものは何かについても考えておきます。この星のようなものを見てまず最初に思いつくのがプレアデス星山です。日本ではスバルと呼ばれています。マルドックの左上にプレアデス星山が描かれているとしたら、これまた大変なことになります。16世紀のヴァザーリには知る由もなかった星団、そしてその星の並び方ということになるからです。
ここでは一応ペンディングということにしておきます。で、結論ということになります。ジョルジョ・ヴァザーリの描いた一枚の絵画、その中に描かれているのがニンフルサングであり、その右下に描かれているのが延期ということになります。となると、その向こうに描かれているのがイシュタール、マリアです。そしてマルドックということになります。延期の息子ということになっています。そして背中にヒレがあるということから、ここではラム族の一人であるということになります。が、その一方で延期は下半身が大蛇であったとも言われています。つまりサーペント族です。その様子を表しているのが中国の儒家と溥儀の絵ということになります。繰り返しになりますけれども、下はメソポタミアで見つかっている円筒印象から起こした、レリーフと思われる絵です。その中では延期は下半身は大蛇、つまりサーペント族として描かれています。このような形で1500年後のイエスはジョルジオ・ヴァザーリという画家を通して私たちに神々の系図を残したということになります。最後にもう一度おさらいしてこの章を終わりたいと思います。左上がニンフルサン、右が延期、下がマルドクとイシュター、つまりイランナ、つまりマリアということになります。マルドクイコールバホメットというふうにつながっていきます。そしてこの両者はゼカリア出身が説いているように対立関係に入ります。左は現在のフリーメイソンへとつながり、右は現在のローマンカトリックへとつながっています。続く動画をどうかご覧になってください。バイ。Wikipedia English writes about Nua and Fuxi as follows. Fuxi is a culture hero in Chinese legend and mythology, credited, along with his sister Nua, with creating humanity and the invention of hunting, fishing, andcooking, as well as a kanji system of writing Chinese characters, 2000 BCE. Fuxi was known as the original human, although technically speaking he was not a human, and he was said to have been born in the lower middle reaches of the Yellow River in a place called Changji.
Though this is an explanation in Wikipedia, as a matter of fact, no one knows who Nua and Fushi are and where they are from. Here in this video, I, Hiroshi Hayashi, would like to solve this mystery, and I also proved that Nua is Nymphorsak and Fushi is Enki in Babylonia. 中国では人類の創始者と言われている儒家と溥儀ですが、実際のところ儒家と溥儀が誰であり、またどこから来たのか誰も知りません。その儒家と溥儀が誰であるか、その謎をこの動画の中で解き、儒家とはニンフルサムのことであり、溥儀とは延期のことであることを私林博士が証明します。広志林浜松シティジャパン。もう一度画面を見ながら説明します。中国に残る儒家と溥儀の絵です。向かって左側が儒家、女性顔です。そして向かって右側が溥儀、男性顔です。まああまり当てになりませんけども、左を儒家、右を溥儀とします。まあ、どちらでもいいわけですけども、手に持っているアイテムに注意してください。儒家はコンパスを持っています。溥儀は直角定規を持っています。この組み合わせはフリーメイソンのシンボルマークのそれと一致します。ここが今日の一つのポイントとなります。で、その儒家と溥儀は誰なのかということになりますが、その謎を解く鍵を中世の画家ダ・ヴィンチの後に続いたジョルジオ・ヴァサーリが残してくれました。ジョルジオ・ヴァサーリ、簡単に言えばミケランジェロ・ボラノリティの熱心な崇拝者ということになっていますが、そのジョルジオ・ヴァサーリはこれから紹介するような絵を描き残しています。その絵の中に儒家と溥儀の謎を解く鍵が隠し込まれていました。これがその絵です。この向かって左側の裸の女性が持っているアイテムに注意してください。手に持っているのはコンパスと直角定規です。つまりフリーメイソンのシンボリックなアイテムということになります。向かって左側の方にコンパス、そしてその向こうに直角定規が描かれています。まさしくフリーメイソンの
シンボリックなアイテムということになりますが、そのコンセプトは除火と服着と同じということになります。ではこの女性は誰なのかということになりますが、その前に一般説を紹介しておきます。フリーメイソンは16世紀後半から17世紀初頭に半然としない起源から起きた友愛結社である。現在多様な形で全世界に存在し、その会員数は600万人に上ると。そのジョルジオ・バサーリは16世紀後半の画家です。それはともかくも、そのジョルジオ・バサーリの描いた絵をもう一度ご覧になってください。向かって左側に女性、そして中央やや右寄りに一人の男性が描かれています。その二人の人物を通してジョルジオ・バサーリはこの絵の中に12という数字を隠し込みました。この手法はミケランジョ・ブラヌティが描いたとされるカッシナの戦いの手法と同じです。12です。で、その12は何かということですけども、これはバビロニアに残るバウンダリーストーンです。中央一番上にイシュタールが位置し、向かって左側に父親のスイン、月の神です。そして右にシャマーシュが位置し、その下にニンフルサグが位置します。左からアヌを下へ、エンリル、そしてエンキエアですね。中央上にイナネシュタール、そしてシャマーシュ、そして最後にニンフルサグです。髪の毛に注意してください。オメガマークになっています。そしてそれぞれの神には神の数、神聖数が割り当てられていました。60はアヌオ、大きい数ですね。で、50がエンリル、40がエンキ、イシュタール、イナンナは15ですけども、一般には8方向に伸びる、金星ですね、で表現されます。その下にシャーマーシュが位置し、右下にニンフルサグが位置します。ニンフルサグの神聖数は12です。延期と手を組んで、そして人間改造を試みたニンフルサグです。延期の妻でもあり姉でもあると言われています。つまりここに描かれている向かって左側の人物は延期の妻でもあり姉でもあるニンフルサグということになります。これで辻褄が合います。人間改造を試みた延期とニンフルサグ、延期が服着ということになりますし、ニンフルサグが除火ということになります。もう一度ダ・ヴィンチとミケランジェロ、そしてジョルジオ・バサーリの年代的な位置関係を確認しておいてください。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ・ブラノルティ、そしてジョルジオ・バサーリと続きます。ジョルジオ・バサーリはミケランジェロの熱心な崇拝者であったと言われています。これら3人の芸術家たちは1500年後のイエスの指導家にあったか、あるいは操り人形芸術家であったと私林博士は判断しています。例えばこれはダ・ヴィンチの描いた岩窟の聖母の絵ですけども、このイエスと言われている子供の足には
いわゆる脱皮した皮膚が表現されています。皮膚がめくれていますね。真皮がめくれています。そして足は全体としてぼやぼやと表現されています。まあ、脱皮している足を表現したわけですけども、言うなればこの子供は脱皮するタイプの子供であったことを示しています。同じようにジョルジオ・ヴァサーリも脱皮する人間を表現しています。もう一度先の絵を見てください。中央の男性に注意してください。腰から下にそれが表現されています。そしてその絵の中に12という数字が隠し込まれています。おそらくジョルジオ・ヴァサーリもこの数字には気がつかなかったものと思われます。12です。つまり12というのはニンフルサグを意味する神聖数ということになります。そしてそのニンフルサグは日本にもいました。日本の埴輪です。手に注意してください。くにゃっと曲がって先が細くなっているのがわかります。埴輪です。日本の埴輪です。同じようなと言いますか、同じようなコンセプトを持った像がエジプト、イラン周辺で見つかっています。これがその像ですけども、やはり手に注意してみてください。手がぐにゃっと曲がって手の先が細くなっているのがわかります。これらの像はニンフルサグ像ということになります。太い腰もその特徴の一つということになりますが、右がバビロニアで見つかったニンフルサグ像です。となると左の3体はエジプト、イランで見つかっているこれらの像もニンフルサグということになります。足の先も酷似しています。そしてその像と同じものが日本でも見つかっているということです。皆さん自身の目で確認してください。向かって右側の埴輪はまさしくニンフルサグ像ということになります。延期の妻でもあり姉でもあるニンフルサグ像ということになります。右の像がイランで見つかっている別の像です。このような形で日本とペルシャ、そしてエジプトとは深くつながっているということになります。by 林宏発見です。で、その事実を裏付ける証拠がもう一つあります。ニンフルサグ像に注意してください。メソポタミアで見つかっているニンフルサグ像ですね。そして一番左が井戸尻考古館に展示してある土器と言われているものです。手の形に注意してください。手の形が同じであることに皆さんもお気づきになると思います。一番左がニンフルサグ像であるかどうかは断定できませんけれども、同じということですね。そしてよく見ますと手の指が3本あるように見えます。そのコンセプトはやはり井戸尻考古館にある土器と一致します。3本指の、まあ現地ではカエルと言われているものが表現されていますが、このカエルと言われているものもですね、よく見るとオメガマークをしているのがわかります。オメガマークはニンフルサグの象徴的なマークということになります。つまり左の土器はカエルなんかではなくて、まさしくニンフルサグということになります。神の中の神、延期、つまりプロメテウスの妻でもあり姉でもあるニンフルサグを表現したものだと私林宏は判断しています。右が
オメガマークをかたどったニンフルサングの、まあ、いわば紋章のようなものとお考えください。オメガマークですね。髪の毛にその特徴が現れています。まあ、一応ここではクエスチョンマークということにしておきます。ニンフルサングです。髪の毛がオメガマークになっている点に注意してください。そしてそのコンセプトはエジプトのハトホール神と一致します。そしてさらに日本の縄文ヴィーナスと一致します。耳の位置が極端に離れている点に注意してください。現地ではこれを耳飾り、縄文ヴィーナスの耳飾りと説明しています。が、私はこれを耳飾りとは判断していません。耳そのものであると判断しています。まあ、このような形で日本とエジプト、そしてペルシャとつながっているということです。ついでにジョルジオ・ヴァサーリの絵の中でもう一つ気になったことがありますから付け足しておきます。先の絵画をもう一度ご覧になってください。この女性と男性の間に奇妙なものが描かれています。この絵に注意してみてください。皿あるいは円盤あるいはプレートのようなものだと判断していますが、この絵の中には中央に丸い球体が描かれ、その両側に向かって右側に羊らしきもの、向かって左側に何やらわけのわからない動物らしきものが描かれているのがわかります。そして左上には7個か8個の星が描かれています。私は向かって左側のこの絵はバフォメットを表したものと判断し、向かって右側の絵はカトリックを象徴する羊を表したものだと表現しています。となりますと中央に描かれているのは地球ではないかと考えています。つまりこの地球を取り合って向かって左側のバフォメットと向かって右側の羊が取り合っている、あるいは何やら相談している絵ということになります。これはあくまでも余談です。つまりバフォメットがこの地球は私のものだ、つまりマルドックですね、そして向かって右側にいる羊がこれは私のものよとローマンカトリックを象徴していると私は判断しています。これはあくまでも余談です。以上が私林博士が皆さんにお見せできるヌア、つまりジョカイコールニンフルサグ、フーシー、つまり福義イコール延期説の証拠と証明ということになります。最後にもう一度ジョカと福義の絵をご覧になってください。つまりジョカと福義も詰まるところペルシャから来た神であるということになります。この事実は中国の人たちにとっては誠にもってまずいということになるのかもしれませんが、事実は事実です。 Bye for now。Wikipedia English writes about Niflsag as follows. In Sumerian religion,
were the mother goddess of mountains and one of the seven great deities of Sumer. She is principally a fertility goddess. Temple hymn sources identify her as a true and great lady of heaven, and kings of Sumer were nourished by Nifusek's milk. Sometimes her hair is depicted in an omega shape, and at times she wears a horned headdress and tiered skirt, often with bow cases at her shoulders. Frequently she carries a mace or a baton surmounted by an omega motif or a derivation. She is the tutelary deity to several Sumerian leaders. Wikipedia 英語版は女神ニンフルサグについて次のように書いています。シュメールの7人の神の一人、豊穣の神で天の真実にして偉大な神であり、シュメールのリーダーの守護神であると。そしてシュメールの王たちはニンフルサグの父、つまりミルクで育ったとも言われている。ニンフルサグの髪の毛はオメガマークの形をしているところから、オメガがニンフルサグの象徴的シンボルとして使われている。そのニンフルサグをルネサンスの画家ジョルジオ・ヴァサーリが自分の絵画の中に隠し絵の形で描き込んでいましたが、これは神々の謎を解く重大なヒントとなりました。広し林浜松シティジャパン。ジオルジオ・ヴァサーリです。1500年後のイエスのやはり操り人形芸術家でした。そのジオルジオ・ヴァサーリがこんな絵を描き残しています。一応ギリシャ神話に基づく絵ということになっていますが、そうした説明にはほとんど意味がありません。この絵の中に12という数字が隠し込まれていました。12、つまりニンフルサグの神聖数ということになります。神聖数について簡単に説明しておきます。バウンダリーストーンです。境界石です。王権を与えられた王たちはこの境界石を境界に置きました。その境界石には神々の像が描き込まれています。で、この境界石ではイナナ・イシュタールが頂点に立ちます。そしてそれぞれの神々にはシンボルマークと、そして神聖数が割り当てられていました。で、この神聖数がですね、それぞれの神を表すということにもなります。右中央やや下がニンフルサグです。で、順に見ていきます。神聖数60アヌ王です。50エンリルです。そして40がエア、エンキ、ギリシャ名プロメテウスです。そしてイシュタールは15、そしてシャマーシュが20、そしてニンフルサグ、オメガマークのニンフルサグが12です。まあ、こうして神聖数によって神々を表現したということになります。その神聖数がジオルジオ・ヴァサーリの絵の中に隠し込まれていました。おそらくジオルジオ・ヴァサーリもこの事実に気がついていなかったものと思われます。そのニンフルサグを私たち人間の立場で簡単に理解しようとするならですね、ニンフルサグというのはアヌ王の一応娘ということになっています。そしてあのエア、エンキ、つまりプロメテウスの
姉でもあり妻でもあるということになります。神々の世界においてはそうした関係はあくまでも便宜上のものです。で、姉でもあり妻でもあったのがニンフル・サグということになります。人間改造の手助けをしたといいますか、延期と一緒に人間改造をした女神ということになります。話を先に進める前にジョルジョ・ヴァサーリの年代をですね、簡単に説明しておきたいと思います。リオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、そしてジョルジョ・ヴァサーリです。ウィキペディア英語版によればジョルジョ・ヴァサーリはミケランジェロの弟子ということになっています。ですからジョルジョ・ヴァサーリがミケランジェロの描いた絵と似ている絵を描いてもおかしくはないということになります。で、レオナルド・ダ・ヴィンチですが、この左の子供に注意してください。マリアの指先が皮膚に潜り込んでいて、そしてその子供の皮膚には脱皮した様子が描かれています。 by 林博士です。で、その脱皮した様子は正確に、爬虫類、トカゲなどの脱皮した様子と一致しています。まあ、このような形で1500年後のイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してですね、このような絵を発表したということになります。で、今は皆さんにこの脱皮した様子をご覧いただいています。そしてジョルジオ・ヴァサーリも同じような絵を描いています。ダ・ヴィンチとジョルジオ・ヴァサーリの間には何か接点があったのでしょうか、なかったのでしょうか。で、左端の女性に注意してください。手に直角定規とコンパスを持っています。直角定規とコンパスです。言うまでもなくフリーメイソンのシンボル的なアイテムです。この2つが重なって現在のフリーメイソンのシンボルマークとなっています。と同時に、この絵の中で注意していただきたいのは、ここに描かれている人物の背中にはトカゲ特有のヒレが描かれていることです。背中のボコボコに注意してください。ヒレが描かれています。この赤丸で囲った部分に注意してください。 by 森本聡さん発見です。で、このヒレが何を意味するかですけども、ラム族特有のヒレということになります。そのヒレが中央右より下のこの人物の背中にも描かれています。注意深くご覧ください。黒く塗りつぶしてありますけども、これは隠し絵で描かれたヒレということになり、それと同じ、全く同じ絵がミケランジェロのシスティーナ礼拝堂の天井に描いた絵の中にも描かれています。ノアと3人の息子ですが、この左の赤い四角で囲んだ部分に注意してください。90度左に回して反転してみますと、そのコンセプトといいますか描き方が全く同じであることに皆さんもお気づきになると思いますが、それだけではありません。体に注意してください。体の描き方も全く同じです。まあ、もっともこれについてはジョルジョ・ヴァサーリはミケランジェロの弟子であったという点から、こうした、まあ、作風といいますかね、絵画を、まあ、学んだということも考えられます。しかしその表現の仕方が全く同じであるというのも大変奇妙なことではないでしょうか。そしてここが重要な今日のポイントになりますから、もう一度ジョルジョ・ヴァサーリの絵を確認してみてください。左はジョルジョ・ヴァサーリの描いた絵ですけども、この赤丸で囲んだ腰の部分に注意してください。拡大してみました。白い布のようなものが描かれています。これはしかし布ではありません。ずっと足の下まで輪郭がぼやけて続いています。つまり神秘、皮です。つまりこの人物も脱皮するタイプの
人物であったことを示しています。そしてそれと同じ、まあ、人物をですね、レオナルド・ダ・ヴィンチが岩窟の聖母ルーブル版の中に描き込んでいます。マリアなる人物の指先がこの子供の神秘の下に潜り込んでいます。その色の表現の仕方、形、コンセプトは全く同じです。位置も同じです。そしてその神秘がですね、全体としてそれが続く輪郭にでをですね、ぼんやりとしている点に注意してください。つまり神秘、川がここに描かれているということになります。そしてもう一度トカゲなどの爬虫類の脱皮の様子と比較してみてください。正確に色、まあ、形、神秘の様子、脱皮している様子がですね、正確に描かれているのがわかります。つまりこれらの絵はですね、上の絵は絵ではなくて写真技術を応用して作られた、まあ、絵ということになります。まあ、このような形で1500年後のイエスはこうした画家たちを通して、まあ、神の世界を説明したということになります。もう一度左の子供の足を見てください。輪郭がぼやぼやとして、そして足の甲からつま先にかけて皮膚がめくれているのがわかります。つまりこれは布ではありません。一般に説明されているような布ではありません。脱皮した皮ということになります。注意深くご覧ください。そしてその脱皮した様子がトカゲのそれと一致しているという点に注意してください。今赤丸で囲んだ部分がそうですけども、輪郭がぼやぼやとしてますね。で、同じようにジョルジョ・バサーリの描いた絵の中でもそれが表現されています。輪郭がぼやぼやとしている点に注意してください。ということは岩窟の聖母の中に描かれている左の人物イコールジョルジョ・バサーリの描いたこの絵の人物ということになるのではないでしょうか。今まで私は餌の子供というふうに表現してきましたが、この人物こそがひょっとしたら替え玉イエスということになるのかもしれません。今はペンディングということにしておきます。ともかくもこのような形でジョルジョ・ファサーリの絵とレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた岩窟の聖母の中に描かれている左の人物子供の皮膚が一致しているという点です。で、脱皮についてもう一度簡単に説明しておきます。やはり岩窟の聖母ですけども、右の天使と言われているこの人物は一般には女性と理解されていますけども、この人は女性ではありません。それについては別のところで証明しましたが、右はミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に描いた絵です。左はダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母の絵です。やや角度が違いますから比較しにくい点もありますけども、こうした顔の称号においては違いがないという点で同じと判断します。右のシスティーナ礼拝堂のこの天井画には4枚の絵が描かれていますけども、その中の1枚です。そして残り3枚は皆ついているものがついているイコール男と判断します。そしてその背中にはやはりヒレが描かれています。このヒレに注意してください。先ほどジョルジョ・バサーリの絵の中に描かれていた、まあ、ヒレと、そしてミケランジェロが別のところに描いた、まあ、3人ノアと3人の息子のところで描いたその人物のヒレと色、形、そして色使いが一致しています。そしてこの人物の右のですね、人物の皮膚も 腰から下がぼやぼやとしています。この手法はラファエロも使っています。まあ、それも別のところで説明しました。そしてこの人物の皮膚を見ていただきたいと思いますけども、やはり皮膚のですね、輪郭線がぼんやりとしている点に注意してください。つまりこの人物もやはり脱皮するタイプの人間であったことを示しています。それと同じ手法がですね、まあ、岩窟の聖母の中の左の子供、そして、ジョルジョ・バサーリの中央の下の人物にも表現されているということになります。こうして、まあ、絵画の手法といいますかね、表現の仕方が一致していくということです。つまりダ・ヴィンチも、そしてミケランジェロもジョルジョ・バサーリもですね、要するに1500年後のイエスの
操り人形芸術家であったという、つまりはその傍証が固められていくということになります。左はレオナルド・ダ・ヴィンチです。右はミケランジョルです。まあ、このような形で一致しているということですね。で、何故に、まあ、このような絵を描いたかということですけども、三者の絵を比較してみます。レオナルド・ダ・ヴィンチです。ジョルジオ・バサーリです。そしてミケランジョルです。こうして三者が一致していきます。つまり脱皮する人間であり、そして背中にはヒレが描かれていて、そしてそれぞれが共通性を持ってつながっているということです。となると右下のこのジョルジオ・バサーリの絵は、絵に描かれている人物は替え玉イエスということになるのかもしれません。今はペンディングということにしておきます。またその可能性も出てきたということです。で、話をもう一歩先に進めてみます。ジョルジオ・バザーリという画家を通して1500年後のイエスはここに12という数字を隠し込みました。つまりここに描かれている左端の人物はニンフルサグであるということになります。もう一度確認しておいてくださいね。12です。そしてその数字はニンフルサグの神聖数ということになります。イコール左端の人物はニンフルサグということになります。で、そのニンフルサグは日本とも深い関係を持っています。日本の埴輪です。まあ、こうした埴輪が発掘されていますけども、やはり段々スカートを履いている点に注意してください。そして手の先は細く、まあ、手のようには人間の手のようにはなっていないことがわかります。この埴輪に注意してください。これはエジプト周辺で見つかっているやはり埴輪ですけども、同じようなコンセプトで表現されているのがわかります。手の先に注意してください。女性像ということになっていますけども、まあ、ぐにゃーっと曲がった腕、そして手のひらのない手、そして太い腰に注意してください。そして右端がですね、これがニンフルサグ像と言われているものです。こんな像も見つかっています。そのコンセプトは一致しています。つまり右端がニンフルサグ像であるならばですね、左3体もやはりニンフルサグ像ということになるのではないでしょうか。ただ女性をですね、このようにディフォルメ化して表現したとは私には考えられません。そしてそのコンセプトが日本の埴輪へと一致していきます。こうして日本の埴輪に描かれているこれらの人物は、つまりはニンフルサグであるということになります。by 林浩司説です。で、同じような像がイランでも見つかっています。ぐにゃーと言いますかね、細い腕と、そして手のひらのない手、太い腰ですね。そしてティアードスカート、段々スカートです。これをまあ偶然の一致と見るかどうかは皆さんの判断によるところだと思います。つまり日本の埴輪はですね、古代の神々を正確に表現しているということになります。その中の一つがこの埴輪であり、この埴輪は私林浩司はニンフルサグを表現しているものと判断しています。ニンフルサグです。メソポタミアで見つかっています。で、ぐにゃっと曲がった腕がですね、井戸尻で見つかっている、まあ、これは土器ということになってますけども、左のような土器でも表現されています。左の土器の腕と、そしてニンフルサグの腕を比較してみてください。つまりはサーペント族の腕ということになります。で、よく見るとですね、指先が3つに分かれている点にも注意してください。まあ、先ほど紹介しましたこの、まあ、井戸地で見つかっている土器の表面にもやはり3本指の、まあ、エイリアンらしきものが、つまりは私たちが神と呼ぶエイリアンが表現されているということになります。
そして全体としてオメガマークを、まあ、モチーフにしているということも考えられるということになります。一応ここではペンディングマークにしておきますけども、要するに左が、土器ですよね。そして右が、メソポタミアで見つかっているニンフルサグのシンボリックなオメガマークということになります。で、見方によっては左の土器もですね、オメガマークを表現しているように見えます、まあ、これについてははっきりしませんので、このままにしておきます。現地で説明されているように、これは左はですね、カエル、カエルなんかではありません。神、神です。さらにこんな興味深い事実もあります。ニンフルサグですね、耳に注意してください。目の横にある耳です。下はハトホールです。エジプトの女神です。そして一番下が縄文ヴィーナスです。目と耳の位置に注意してください。耳が異様に離れているのがわかります。つまりこうして三者がつながります。これが何を意味するかは私には今のところわかりませんが、まあ古代の神々はこのようなまあ骨格をしていたということになるのではないでしょうか。中心線と耳の位置を比較してみてください。耳が異様に離れているのがわかります。で、結論ということになります。1500年後のイエスはジョルジオ・バサーリという操り人形芸術家を通して私たち人間に何を伝えたかったのかということになります。そのヒントがこの矢印のところにあると私林博士は判断しています。この絵に注意してください。拡大し角度を整えてみます。するとこのような絵が浮かび上がってきます。絵の中央にはですね、星が7つか8つ描かれています。7つか8つです。そしてその下向かって左側にはバホメット、つまりイエス・キリスト自身が描かれています。神を見かけで選んではいけません。そして向かって右側には羊、つまりチャーチ・オブ・ローマ、つまりローマン・カトリックのシンボルである羊が描かれています。つまりマリア・イシュタールということになります。そしてこの中央下には地球が描かれています。その地球を挟んでバホメットと羊が何やら話し合っているか、あるいは地球を取り合っているかのようにも見えます。まあその判断は皆さんにお任せします。つまりこうした構想関係をですね、1500年後のイエスはジョルジオ・バサーリを通して私たち人間に伝えたということになるのではないでしょうか。そしてこの絵全体の向かって左側にはニンフルサグが描かれています。エア、エンキ、プロメテウスの、妻あるいは姉ということになります。人間を改造した延期、そしてニンフルサグということになります。そしてその右側には羊、つまりエンリル一派のイナンナ・イシュタール、つまりマリアが描かれているということになります。人間を改造した延期、そしてニンフルサグ、それに反対したエンリル、そして、イナンナ・イシュタールということになります。そうした構想関係がこの絵の中に表現されているということにもなるわけです。後の判断は皆さんにお任せします。Bye for now.